こんにちは、スイッチマンです。スパロボ F 完結編、縛りプレイやっていくよ。今回でいよいよ、オーラバトラーとの戦いも終わります。総力戦となりますので、頑張っていきます。ネイムドの方がたくさんいますので、基地で迎え撃ちたいと思います。もう、エヴァルートに行くフラグが立ってるので、神事が勝手に出撃するイベントはありません。わらわらと押し寄せてくる敵をかっこ撃破していきます。7ターン目にウィル・ウィプスとブブリーが撃破されるイベントが起こりますが、メリットがないので起こしません。エヴァルートはバッドエンドらしいので、どんな感じになるのか初めてなので、楽しみです。エヴァも新作映画を控えて、盛り上がってきてるようですね。おかげさまで、私もリアルグレードの3体のエヴァをなんとなく買い揃えてしまいました。また積プラを増やしてしまった。娘に作らせてもいいんですけどね。数年前に、娘が誕生日プレゼントに、マスターグレードのザクを欲しがった時には驚きました。ガンダムよりもザクを欲しがるとは、我が家の育て方が良かったんだろうなと思いました。なので、松永ザクを買ってあげました。あれ、めちゃくちゃかっこいいです。自分用にも欲しいぐらいでした。作らないけど。それにしても、敵が多いです。スーパー系の苦手なオーラバトラーなんで、エヴァに蹴散らしてもらいます。一体撃破するのに必中使ってたら、後半息切れするので、テキサスマックあたりで処理していきます。85% で避けられると、かなりへこみます。また、湧いてきました。
一体、何体いるんだ？まずはダーダー。こいつらが、ハイパーオーラ斬りとか、しとるの見たことないな。そもそもできるのかな？顔が聖戦士っぽくないし。次は、ガラなんちゃら。ビショット軍の3連星は、おじさんばっかだな。ダーとネットはロシア語から来てんのかな？ロシア語で、ダーは、はい、ネットは、いいえ、じゃあガラ見ていいわ。もし、ロシア語由来ならガラミティも、なんか別のロシア語にしてほしかった。ネトネトネットがいました。避けるなし。こいつは、アスカにきついのをお見舞いしてもらいます。我が軍唯一のマップ兵器。ちょい残しが多いな。
ショットの策を知らせるバンバニングスか。それを知ってるショットという男、よくよく飛ぶのがいい男だな。黒騎士がいなかったら、暗殺が成功してしまいます。敵の数もだいぶ減ったので、進軍していきます。もう、ケアガリングは、豆腐みたいになっとるはずです。ビショット印の絹ごし豆腐です。
なんかごめんね。一瞬で倒してしまって。ミュージーにも龍馬にねじ込んでもらいます。アレンが仕上がってるので、フにやらせます。この人の声、なんだとしか聞いてないような気がする。バイストンウェルには野心家が多いな。こいつの場合は、名前がビショットと似てて紛らわしいし。ウィル・ウィプスも仕上がってます。こっちは、高野豆腐みたいにカッチカチです。すごい威力です。
それでは、真っ二つにしてやることにします。デクから続いたバイストンウェルとの長い戦いも終わりました。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。